こんにちは、速稼塾の久保です。買い物から帰ってまいりました。今日ハローズで買ったのはこのチーズ入りちくわの磯辺揚げというものと柔らかロースコーンとんかつでございますね。我が家でね、揚げ物することはほとんどないんで、たまにこうやってね、揚げ物食べたくなりますね。はい。まあ、揚げ物ができないわけじゃないんですけども、本当にちょびっとあればいいときって手間じゃないですか。ですんでね、たくさんするときは、やっぱりそれなりのときですね。なんか誕生日ですとかね、イベントごとで、まあ何人かで食べようかなってときですね。といっても私の両親がいて、そんなに呼ぶ人はいないんですけどもね。はい、じゃあ出発しましょうか。はい、じゃあお昼ご飯に向けて出発という時に、私の目の前を車が私の進路を塞ぐようにね、通過するわけでございますけどもね。はい、で進もうと思ったら、今度はその車が私の目の前の駐車スペースに車を入れるということで、ゆっくりと待っていようかなと思います。ね、こうね、車同士で脅かし合うものではないですからね。まあ、余裕のある人はゆったりとどうぞみたいな感じで譲った方がいいんじゃないですか。だからね、人を押しのけて気持ちが良くなる人は、まあそういう人生になっちゃうんですよ、ね、譲り合い、助け合いね、なんとか愛、 I love you、ね、昔は I love you の愛理ちゃんっていうね、アイドルさんが広島のロコドルフェスティバルに出てくれましたけども、今でもアイドル活動ねしてくれてますね。アップトゥーユーっていう会社をやってですね、アイドル事務所かなんかを、そこの代表に収まっているんですけども、はい、じゃあ車も道をどんどん譲っていって、本当にゆったりとゆったりと行きましょうね。焦ることはないですよ。焦らないといけないような人生になっちゃいけないんですよ。それこそ1分1秒先を争うようなことっていうのはあまりにありません。私が昔ね、ある人に言われたんですけども、どうしても急がないといけない時はある。それは、女房が産気づいた時と、あとは、お袋が死にそうになった時。この二つ以外は、急ぐ用事はないと。どんな大切な人との取引も、大して急ぐ必要はないと。急がないといけないぐらいのものだったら、もうね、断っていいと。しまいには、遅刻を理由に、仕事を断れるようなやつとは、もう付き合うなと。ね、でも、遅刻をしていいってわけじゃないですよ。普段から時間を守っているのに、あれ今日は遅れたじゃん、なんか事情があったんだろうなっていうふうに思っていただけるような人と付き合いってことなんですよ。だから堂々と遅刻して、まあいいだろうみたいな態度でいろってことはないんですよ。遅刻は許されない。やっぱりね、5分前10分前30分前に待ち合わせには行くべきだが、そういう精神でいる人に対して、たまたまね、どうしてもしょうがない事情で遅れたっていうのは分かってもらえますからね。100回中100回遅刻しない人が、たまに遅刻をしたらね、何かあったんですかっていうふうに心配されて仕事を失うことはないんですよ。でも普段からね、遅刻してる人が、もしね、機嫌を損ねたら、遅刻を理由に切られちゃうんですよ。だから全然、だから事情が違うんですよ、意味がね。はい、それが私のね、考え方ですね。この坂道緩やかに上がっていくんですけども、ネズミ捕りがよく出ることで有名なんですよ。そこにね、座ってる人がいて、向こうの方に誘導されちゃうんですけどね。まあ、悔しいですからね。隠れて見てるなよっていう話ですけども、まあでも、それが、警察の方のね、取り締まりの一環だということをもう分かってるわけですから。ネズミ捕りは隠れてやるもんですからね。そこに、まあ怒りをぶつけてもしょうがないんで、スピード違反したのは違反したんでしょと。シートベルトしなかったのは誰なんですかっていうふうに、やっぱり自分の責任と思わなくちゃいけないですね。よし、じゃあ赤信号でしっかりとね、車間距離を取って止まりますよ。前のアルファードはハイブリッドのアルファードですね。ハイブリッドの車ってなんか青いエンブレムじゃないかな。青いエンブレムじゃないな、あれなんだろう。ハイブリッドのシールを貼ってるだけかな、私みたいに。私のベルファイアもね、ハイブリッドの、スチールのシール貼ってるんですけども、当然ハイブリッドじゃないですからね。後部の人を惑わせるだけというね、意味がないな。いや、このセルシオは全然ハイブリッド自体ではないんですけども、でもセルシオね、LS に統一されちゃいましたけども、まあもともと LS ですからね、セルシオもね。でもこのセルシオのね、
LS の430っていうんですかね、あのセルショーの10系20系30系はやっぱ令和に持ち込みたいなという気持ちですよ。だから令和こそセルショーね、 LS 全盛期だからこそセルショー、特にセルショーの30は LS にね引きを取らない外観内装ポテンシャル、言うことないですね。まあね、トランザムもいいんですけどもね、もう別格ですよナイト2000は。まあ、早く戻ってこないかな。車検3ヶ月以上かかったというね、トランザム。細かいところもいろいろと手入れをしてもらったんですけども、まあ、総額100万超えというね、車検で100万かかってたらどうするんやって話ですけども、まあ、あの陸送費がね往復で35万ですからね、もうすごいですね。やっぱこう、でも人生に悔いないです。あのこの車だけは自分のものにしたいっていう1台が見つかって、小学生の頃中学生の頃にその車が、うん、数十年後手に入って、しかも私83年式のトランザムなんですよ。本当に当時のトランザムが手に入ったんですよ。でエリア101さんっていう販売してくださったところなんですけどね、エリア101さんでは今またね新しいコンセプトでナイト2000のレプリカを80年式の車体でやってくださってるそうなんですよ。これデモカーとして作るみたいですけども、私それをねまたね数年後にできると思いますけども、完成したら私それをね買うつもりですよ。今のトランザム83年式はその時にはちょっとね下取りしてもらってね、で新しいデモカーを1000万ぐらいの目当てでちょっとね狙ってみようかなと思います。3年後ぐらいに、ね、できるんじゃないですかね。いやそれ欲しいな、うん、あのハイブリッドだったらいいですね、まさにね。で何キットとの会話ができるんですけども、私のトランザムね、でも OK Google っていうのがあるじゃないですか最近。 OK Google もねすごいいい会話ができるんですよね。で音楽呼び出してくれたりとか、ウィキペディアを読んでくれたりとかするんですよ。で家電ともつながるわけでしょ。いやすごいですね。だからあれを車に搭載できないかなと思ってるんですけども、うん、まあでも野島明夫さんのねキットの声じゃないのはいただけないですけどね、やっぱりキットの声でやってほしいですね、やりあの応答を。だから今度ねトランザム戻ってきたらまた動画撮りますけども、あのキットの声でやり取りできるんですよ、ね、すごいでしょあれはね。まあ私のトランザムだけの機能じゃないかなと思うんですよね。あの肉声で声をやってくれるんですよ、野島明夫さんの声で。もう感動ですよ。だからね、ナイケルマイトと名乗ってマイト財団そんな感じでね、ナイト2000乗っていきたいと思いますね。車っていいですね、なんかね、単なる移動手段じゃなくてなんかいいですね、ガソリン車。あいいなやっぱりな、私だからね車好きですね、やっぱりのドライブね、すごい好きですね。もう本当になんかこう憧れですよ、夢ですよ、うん、はあ、じゃあ帰りました。今日から隣の駐車場の枠に車が入りましたね。めんどくさいですねめんどくさいって言っちゃいけないんですけど、よし入れたかな、はい入りました。じゃあ着きましたんで以上でございます。ありがとうございました。